今回はメーデーのお話です。違う。2020年は日本で初めてメーデーが開催されてから100周年の年です。残念ながら感染症の拡大で今年は大々的なメーデー集会は行われないようですが、例年5月1日前後に各地でメーデー集会が開かれてきました。100年やっているとエピソードもいろいろあります。今回はそんなメーデーの歴史を見ていきましょう。メーデーの起源は1886年に遡ります。AFL の前身にあたる労働組合がこの年の5月1日に8時間労働制実現の決議を採択。35万人がストライキを敢行し、18万人の労働者が8時間労働制を勝ち取りました。他方、4日にはシカゴで警官がストライキ中の労働者を虐殺。市内のヘイマーケットではこれに対する抗議の最中に爆弾が爆発し、死傷者が出る事件も発生しました。大きな犠牲を払いながら要求実現を勝ち取ったこの日がメーデーの起源となったのです。1888年には AFL が8時間労働制を求めるゼネストを翌々年に行うと決議し、国際連帯を呼びかけます。1899年第2インターナショナル創設大会において5月1日を国際連帯の日とする提案が可決されました。そして1890年に最初の国際メーデーが開催されたのです。そのスローガンは、第1の8時間は仕事のため、第2の8時間は休息のため、残りの8時間は好きなことのためにでした。以来欧州やアメリカでは従来からの5月祭と結合しながら現在までメーデーの伝統が続いていて、公式の祝日として制定している国もたくさんあります。では日本にはどのように伝わったのでしょうか。実は1890年の第1回メーデーのニュースは同年7月の時点で日本に紹介されていました。しかし労働運動が日本にほぼ存在しなかったため、日本版メーデーの試みも現れないでいました。1898年労働組合規制会がメーデーを計画するも当局から禁止され、これに驚いた政府は翌年に治安警察法を制定し、組合の活動を事実上非合法化することになります。規制会は日程を4月3日にずらし、表向きは神武天皇祭を祝う集いとして実施することにしました。弁当持参でみんなで日本橋から上野まで行進し、上野で運動会を実施するというのです。しかし警察はこれも禁止。規制会はこれに抗議し、東京テント30周年を口実に10日に行進と運動会を実施しました。これが日本で最初の命令的イベントでしたが、規制会の運動が衰退したため定期化はされませんでした。1901年のやはり4月3日には片山千が日本労働者大懇親会を開き、2万人が参加しました。彼はこれを毎年開催することを提案していましたが、弾圧のため2回目は行われませんでした。次にメーデーの行動が行われたのは日露戦争中の1905年のこと、平民社の騒会です。名前の通りお茶を囲んでお話をするわけですが、これは事実上の演説会であり、メーデーの由来や国際連帯の意義の説明、治安警察法批判の演説が行われました。しかしこれも冬の時代の到来により定期化されることはありませんでした。それでも弾圧に耐えながらメーデー記念の演説会などを行った記録がいくつか残っています。それから実に12年後の1917年5月、東京の社会主義者30人が集まってメーデー記念の集いを開催しました。これはロシア2月革命に触発されてのことで、革命を祝う決議文が採択されロシアに送られました。この頃から社会主義運動も労働運動も復活し始め、メーデー実施の機運が高まります。そして1920年5月2日、印刷工組合親友会の提案により上野公園で第1回メーデーが挙行されたのです。参加者は1万人で、東京のほか横浜でも行われ、組合間の連携が進展するきっかけになりました。以降弾圧を受けながらも例年開催都市を増やしながらメーデーは実施されていきました。1922年の第3回メーデーでは、キケバンコクの労働者で始まるメーデー歌が初めて歌われました。1931年には戦前で最大の 46,868 人がメーデー集会に参加しました。戦前期のメーデーに関する事件に川崎武装メーデー事件があります。1930年川崎市でのメーデー会場を参加を禁止されていた全協の組合員が竹槍で武装して襲撃し、警官を殺傷したのです。当時共産党は相次ぐ検挙で指導部が次々に交代、田中正源率いる若い指導部は行き過ぎた武装路線を取り始めていました。そのような中で労働組合全協の指導部に西山という特攻のスパイが入り込み、武装蜂起を扇動。
共産党の武装方針や前年ドイツで武装命令があったこともあり、この方針が受け入れられることになったのです。川崎の事件ほどではないにしても、各地で武装命令が取り組まれましたが、後に指導部は誤りを認めました。その後の命令は、戦時体制が強化されるとともに苦境に立たされます。1933年には、労働運動のうち、左派と右派が分裂して命令を挙行。1934年には、右派の組合が日本労働祭と称して、神武天皇祭に合わせた別行事を実施。そして1936年226事件による戒厳令に乗じて命令禁止命令が出され、各種の抗議行動も虚しく、この後終戦まで命令は開かれませんでした。1946年5月1日戦後初の第17回命令で命令は復活しました。皇居前広場に50万人もの人々が集まり、働けるだけ食わせろ、民主人民戦線結成などのスローガンが採択されました。インターナショナルが初めて合法的に歌われたのもこの時です。同月19日には販売獲得人民大会、いわゆる食糧命令が起こります。12日に世田谷区民が米よこせ区民大会を開催して皇居に押し寄せていました。これに触発されて、食糧命令では25万人もの人々が皇居、首相官邸、警視庁などに押し寄せました。汝人民飢えて死ねのプラカード事件が起こったのもこの時です。天皇はこの事態に2度目の玉音放送をすることになりました。復活命令で戦線統一が決議されたものの、実際にはナショナルセンターは分裂。しかし命令大会は統一で行われました。1950年には三別と民道の対立で分裂寸前に至りましたが、かろうじて開催。しかし1951年占領軍が皇居前広場の使用を許可しなかったため、総評が中央命令中止を宣言し、事実上の分裂大会になりました。1952年の中央命令では、あるデモ隊の解散地点が皇居前広場のすぐ近くの日比谷交差点でした。彼らは命令大会での皇居前広場使用禁止への抗議のために整然と広場に差し掛かろうとしていました。警官隊もデモ隊をじりじりと広場に追い込みます。そして数万人のデモ隊を広場の中に追い込むと、警官隊は催涙ガス銃と警棒、拳銃で襲いかかりました。血の命令事件です。1000人以上が重軽傷を負い、2人が死亡。女性であろうと老人であろうと、問答無用で警棒で殴打され、旗竿で応戦しようものならすぐさま逮捕。さらに警察はこれを訴状事件であるとして、デモに参加したと目される1200人の人々を逮捕しました。この事件の裁判は1972年まで続き、最終的に訴状の証拠が全部警察の捏造であったこと、大量逮捕のために警官隊が先制攻撃を仕掛けたことが明らかにされました。4月に破壊活動防止法案が国会に提出されており、立法事実を作るために訴状事件を捏造する必要があったのです。その後はいくつもの対立をはらみながらも、中央大会では統一大会が続けられてきました。しかし1980年代の労働戦線再編をめぐって対立が起こり、1989年の第60回命令では中央大会が分裂。1990年の第61回命令からは全ての都道府県で分裂命令となりました。現在では中央大会は基本的に連合の命令中央大会が4月末に、全労連の中央命令と全労協命令が5月1日に開催されています。2019年には天皇の即位と日程が被ってしまいましたが、通常通り行われました。そして国際命令130周年、日本命令100周年にあたる2020年には、感染症の流行で集会、デモの縮小や中止を強いられています。そのような中で、連合は中央大会をネット中継で行うとしています。労働運動の弱体化から、命令の参加者は年々減少しているそうですが、新しい試みが低迷を打破する未来もあるのかもしれません。終わり。